はい、山修です。というわけで今回はですね、アップデートで追加されたこのデッドチェーンソーというものを使ってやっていきたいと思います。説明としては、高速解体、高効率で多段階の攻撃が可能な解体用武器、動力用エンジンを搭載することで短時間に360度の範囲で解体可能と書いてありますね。まあこれどうやらヴィーナス宝箱限定武器らしいんで、ちょっとね、まあ、今から試合やっていくって言ったんですけど、まあそう簡単にゲットできるか不安ですが、まあ頑張ってやっていきたいと思います。さあやってまいりましょう。降りてきてるな、すまんな、先に降りたのは私なんだ。銃声が聞こえる。早く開けてくれ、早く早く開け。はい、来た。さあ何出た。あ、来た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 、チェーンソー来た、チェーンソー来た、やった嬉しい、やっとだ、やっと来た。あーもう、あ、そういうこと、あ、こうなるのか、もうやっぱ手持ち武器ってそういうことね。体験消えたんだけど、私の待って、敵どこ、敵どこって言った、待って、私のさ、ナイス、かっこいい、うまい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 、ナイスナイスナイス。なんかチェーンソーボタンみたいな、えっ、何これなんだこれ、なんかリンクの回転切りみたいなのできるんだけど、何これなんだこれは、なんだこの武器は、面白すぎないか。でもなんかさ、あ、でもそんな、なんかな、パッとしないな。なんか、ただなんかチェーンソー横に振ってるだけなんだよな。もうちょっと荒ぶってほしかったな。なんだろう、チェーンソー使うやつって言ったらなんだ？チェーンソー、バイオハザードのチェーンソーマジニとか、あとなんだ？仮面ライダーで言ったらアマゾン、ネオアルファとか。あとチェーンソーのキャラいたっけ、キャラじゃないけど、破壊王 Z、 ダンボール戦記と破壊王 Z とかチェーンソーだよね。あ、ごめん外しちゃった、ナイスごめん私が適当に話してる間にドカンがやってくれた、ありがとう。ほらチェーンソーはこうやって使うんだ。そんななんか爆速ってわけじゃないんだよな、なんか気持ちは、うん、早い、もちろん早いけど、そんなめちゃくちゃ、うん、なんかなるってわけじゃないんだよな。あ、敵いた、これやるしかねえ、これはチェーンソー使うしかねえ。待って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 、これ取って、追いつきたい追いつきたい、これ多分これコンピューターかな、だ全然振り向かないもんな、わかんないけど、とにかく追いつきたい追いつきたい、よしよし追いついた、くらい、これでどうやって戦えばいいんだなんだこれ回転切りダメージ入らねえじゃねえか、入ってなかったよな今、入ってなかったよな今の、多分どこ行くんどこ行くんだ、ここ狙いづらいな、 AK でいいかな、 OK やった、完全に漁夫だな。とこはな、ここにデッドチェンスあるぞ、どうだ持ってみた感想は ん？あれか？なんか近いな。とりあえず倒して。あ、あれ宝箱か。なんか頭だけ見えてるもんかと思った。
17 64どこ、あーはい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 、ボーリングボムとか投げちゃおうか、ほらよ、うん、結構なダメージ入ってんじゃないか、あれは。いいね、砲台のダメージめちゃくちゃ入ってるよ。いや、ちょっと上すぎた今のは、ちょっと今のは上すぎたな、申し訳ない。今 AWP ところはナイス、あれはどうだ、投げまくった方がいいのかな。入った、ダメージ入ったな。くらえよ、ほらくらえよ、ほらほら、くらっいって、ナイスナイスというか砲台がいいね。待って、よかった、連携プレイですよ。もし最後の一人あのボットっぽかったらさ、ちょっと残しといて。うわ、全然ボットじゃねえわ。チェーンソーでやるとか考えてたけど、よいしょ、待って、ハマってる、危ね、もう普通にやっちゃうよ、これは。ふっ、よし、チェーンソーだ、ほら、くらえ、やったー、決まったー、これがチェーンソーの強さだ。いや、嘘です。そんな狙って欲しいものではなかったかな、感想としては。普通に狙撃の貫通ライフルの方が出た時は嬉しいかな、うん、なんか、うん、もっと期待してたわ。だってさ、やっぱ解体か解体可能だけどさ、高効率で多段階の攻撃が可能な解体用武器じゃん。解体武器なんだから使わせてくれよ。武器としてもっと振り回したいわ。レアリティに対してちょっとな、レアリティに対してあんまり強みを感じなかったね。